マホニアコンフューサーの選定をしていきたいと思います。選定しながら解説もしていきますんで、よろしくお願いいたします。まず高さですね。高くなってますんで樹高を下げたいということで、このように葉っぱの上で枝を切ってます。この枝は葉っぱの上で枝を切って樹高を下げた感じです。今のはちょっとコンクリートの方にね、枝がいてましたんで切りました。伸びてますね。こちらも樹高を下げるために、まあとりあえず葉っぱの上でね切りました。室外機の方に行ってる枝も葉っぱの上で切りました。真下向いてますんでいらないんで切りました。この枝が手前にだいぶ倒れてきてるんでね、一本抜いて、もう一本もだいぶ手前に来てますんで切りました。ちっちゃい葉っぱ残してね、その上で切りました。右側はこんな感じですね。じゃあ次左側行きますね。こちらもだいぶ高くなってきてますんで、家の方がねちょっと低くしてほしいという意向ですので、こちらは伸びすぎた枝をこのように根元で切りました。家の方に向いてる枝もいらないんでね、こちらも切りました。はい、結構大きい枝根元で抜きました。ここもちょっと数が多いですよね。一本抜きました。ちょっとどうしようか迷ってますけれども、まあとりあえず置いとこうかという感じですね。こちらの枝は前のポストに当たってきてますんで根元で切ってます。真下に向いてる枝とか、あまり下に向きすぎてる枝もいらないんで切りました。こちらは太い枝がだいぶ前の方に来てましたんでね、ノコギリで太い枝除去しました。この後でちょっと細かい枝の切り方の説明もしてますんで、そちらの方も見ていただけたらなと思っております。まずは実際に切ってる動画をねちょっと見てみてください。これもちょっと出てますんで根元で切りました。今回は樹高を下げて、なおかつ透かすという剪定を行っております。だいたいこんな感じで
反省いたしました。これぐらいね、切っておけば1年間維持できると思います。マホニアコンフューサーの枝の切り方なんですけれども、一つはですね、一つ目はこのような長い枝をもう上からずっと辿っていって、もう元からスパッと切ってなくしてしまうっていう切り方がまず一つですね。で、二つ目は、こういうふうな枝がありますよね。こういう枝を途中で切る。途中でね、このような葉っぱの上で、こっちも葉っぱの上で切る。はい、このように、こういう途中で切る切り方で、これ二つ目。で、三つ目がですね、このようにあったらですね、この枝の上で切るっていう切り方、もしくはこっちをなくすんであれば、この枝の上で切るっていう、こういう枝を残して切る切り方、これ3つ目ね。で、まあこういうのもありますんでね、こういうの芽残して切るっていう切り方ですね、こういう切り方、これ3つ目ね。で、4つ目がこのような場合、こんな感じのね、枝があったとしたら、この何もないとこでブスッと切る、こういう切り方、これ4つ切り方ありましたね。で、注意しなければいけないのがこの切り方なんですけど、この切り方は別にしてもいいんですけどね、時期がね大事なんですよ。じゃないとこの切り方をね、いい時期にしなければですね、もう芽が出てこなくてこのまま枯れてしまう可能性が高いんで、これをができる時期はですね、3月から7月ぐらいまでですかね。これ、この切り方ができるのはね、3月から7月ぐらいの間であれば、こういう切り方ね、その、まあ、3月から7月ぐらいの間であれば、こう切った場合でもね、こっからね、こう、芽が出てくる、来てくれる可能性がすごい高いんですよね。ただそれは時期が大事で、まあ、3月から7月ぐらいまででしたら、こう切ったとしてもね、ここから芽が出てくれる可能性が高いんですけど、この切り方をですね、もう10月ぐらいからですね、2月の間ぐらいにね、この切り方した場合ね、ここから芽が出ずにこのままこの枝がずーっと枯れていってしまう可能性がありますんで、この切り方をするのは時期が大事やということです。で、ただこの切り方をするのにもね、必要な場所があってですね、こう切ることによってこっから芽が出ると、それで樹形を整えていくというやり方もありますんで、このように切ってこっから芽を出すためにここで切るとですね。でしたらここで切ったら後にこうなるっていうことですね。ですんで、ここに葉っぱが欲しいなっていう時はこういう風に切ってこういう状態にするということです。ただこういう切り方ができるの、できる時期は、さっきも言ったように、まあ、3月ぐらいから7月ぐらいまでですね、注意が必要ですね。で、あと、まあ、一応切り方の基本的なことなんですけど、まあ、こういうのがあって、こういうのが、まあ、これが、いわゆる混んでるっていう状態なんですけど、これをちょっと透かしてあげるという場合にはですね、これでも結構いい感じになりましたよね。で、まあ、もう一個落としてもいいですし、まあ、まあ、これぐらいでしたらいいですね。こんな感じで、こういうね、芽を残して切るっていうことが大事なことなんですよね。で、この、あ、まあ、これも行きましょうか。こういう感じであって、これが高すぎると、この真ん中の枝が高すぎる場合ね、切る場合は、
この葉っぱのね、葉っぱがあれば別にここで切っても大丈夫なんですよ。ここで切ってもこっから葉っぱは出てくるんですよ。で、まあ言えばこれをね、もっと下のここで切っても大丈夫なんですよ。ここ葉っぱがありますんでね、芽が出てきます。で、もっと下げたいなっていう場合はほら、やっぱここですね。はい、ここで切るっていう。で、これ3本出てますんで、まあ2本にした方が、はい、こんな感じが一番いい切り方ですね。で、さっき言ったようにね、この枝の途中で切ってもいいと、この葉っぱがあればね、もっとわかりやすく見たら、葉っぱがあるじゃないですか。葉っぱがあれば、その上で切れば、こっからね、この葉っぱの付け根に、芽はつきますんでね、このように葉っぱが出てくるっていうことですね。うん。葉っぱ、一枚の葉っぱっていうかね、このマホニアコンヒューサの一枚の葉っぱっていうのはね、これなんですよ。これで一枚なんですよ。これで一枚。この葉っぱの、ここに付け根がありますんで、こっからね、芽は出てきますんで、だから、こういうあったら、まあ、極端に言うたらですね、こう切っても、ここに葉っぱがありますんでね、ここの葉っぱの根元から芽が出てくれるっていうことなんですよ。葉っぱ残して切るっていうことですね。でも、これを、ここで切ったら、枯れ込む可能性高いですね。うん。ただこの切り方も3月から7月ぐらいまででしたら、ここから芽が出てくる可能性が非常に高いんで、こういう切り方もできるということです。ね、ですんで、まあ、このようにあってね、これも短くしたいな。でも、もう下まで何もないという状態。でしたら、もうこの下何もないから根元で切ろうかっていう選択肢もありますし、もう一個ね、何にもないんであれば、この辺に芽を出したいなという、この辺で切ることによってね、将来的にここにこういう感じになるというんで、だから出したい位置をね、だいたい計算しといて、でこの辺で芽を出したいと思えば、ここで切ると。でしたら、ちょっとしたらね、こっから、このように、こういう風に根が出て、2本か3本かわからないですけどね、その時によりますけど、こんな感じに出てくるということです。ただ、この切り方は、3月から7月までの間が、可能性が高いですね。こうなりますね。はい。で、あとは、あとやっぱ皆さん、わかりづらいのはもう一個行きましょうか。やっぱこういうので、途中で切ってええんかっていうのが、多分思われてると思う。大丈夫ですよ。これね、このように。ここで切っても、大丈夫です。出てきます。ここで切っても大丈夫です。でも、まあ、できればね、先っちょはね、この、切らずにね、先っちょはなるだけ切らずに、やっぱり先切らんかったら、このようなね、柔らかい、この、風情が出ますんでね、感じが出ますんで、やっぱなるだけ先は切らん方がいいんですけどね。ですんで、長いやつはあれですけどね、この懐の方の、こう、細かい芽まで戻すっていう、ことが、基本の的な切り方ですね。こういうのあるじゃないですか。こういうのもね、短くするんであれば、もうこれも落としてしまうと。でこうなりますよね。で、この芽、先切ってない芽がね、柔らかい芽がまた伸びていくっていう感じです。だからなるだけ先は止めん方がいいんですけどね。まあ仕方ない場合はね、切ってしまってもいいですけれども。マホニアコンフューサーの一番おすすめな剪定時期はですね、3月ですね。なぜかと言いますと、3月には花も
咲き終わってますし、まだ新芽が伸びていないということで、どう切ろうが花に影響が少ないんですよね。ですんで、できれば3月に剪定して、で、1年間何もしないというのがおすすめです。花の咲き方、花芽のつき方なんですけど、春に伸びた新芽が伸びていってですね、夏に花芽を形成すると、で冬に花が咲くというサイクルなんですけど、けれども花が咲かない原因っていうのはですね、その伸びた新芽をですね、6月の終わりか、まあ7月ぐらいにですね、切った場合、また芽が伸びるんですけれども、まあその芽がまだ弱々しいんでですね、その夏に花芽が形成されないということで、冬に咲かなくなるっていう可能性が高いですね。ですんで、花をつけたいんであれば、先を切らないっていうことが大切なことです。ただ、まあ、本音としたらですね、そこまでこの木の花を意識するっていうことがあまりないんでね、まあ、あんまり神経質に考えずに、ほっとても勝手に咲いてるっていうのが本音ですんで、まあ一応、そういう説明だけはさせていただきました。今回、基礎について説明させていただいてますんで、それを踏まえた上で、いろいろ切り方、応用されてですね、自分の庭木を楽しみながら、剪定、一度してみてください。以上です。